今回ですね、ゆとりライフの天野さんから夢と目標についての動画を送っていただきました。私がね、この天野さんの動画の中に対して何か議論を吹っかけるつもりはありません。私だったらどういう放送をするかってことを、まあ、聞いていただいて、参考にしていただければと思います。で、私はですね、夢にしても目標にしても具体的な数値がなければ具体的な行動にならないと思うんですよね。で、どんな数値を追い求めればいいかっていうと、期限と数量なんですよね。いつまでにどのくらいやるかってことなんですよ。例えばね、3年で1億円稼ぐっていう風な目標を私は2013年に立てました。そして3年で1億円ってことは1日10万円の利益っていう風に計算したんですよ。ですから3年かけて1億3800万っていうのをいったわけなんですよね。で、そうすると1日に10万円の利益って考えると、もうやることって削除法でどんどん消えていくんですよね。店舗はダメ、会社勤めもダメ、仕入れ販売もダメってことになってきて、アフィリエイトってものが残ったんですよね。で、アフィリエイト以外にも今でしたら、MLM とかね、投資とかっていうのはあるんですけども、その時に私ができるものっていうのは資金もなかったんで、まあアフィリエイトしかなかったかなっていうことになったんですよね。まあ、ですんで3年で1億円ってものを目指すんだったら、私はアフィリエイトをやるのがいいかなっていうふうに思います。で、ここまでで、ね、お話しして、結構具体的に私が何やってきたかって分かったと思うんですよ。ですんで、これを見てくださってる方 の、 生活に置き換えてね、じゃあ具体的な目標達成の方法は何にするのかなと、それはいつまでに叶えるのかなって、どのぐらいのボリューム量でやっていくのが適正なのかなっていうふうに決めていくんですよ。そしてその決めたことをですね、具体的に決めたことを評価してもらう、そのメンターっていうのはね、先生とかね、それから近くの人っていうのが必要なんじゃないかなと思うんですよ。こんな目標立てたけどどうみたいな感じですよね。で、多分同じような感覚を持ってる人に見せると、なんかね、やっぱり難しいんじゃないのって言われると思うんですよ。でも、すでに達成した人にそれを見せると、きちんとした分析のもとに評価してくださいますので、ものすごく参考になると思います。ということですね、まとめますね、具体的な夢や目標を立てると行動が具体的になるんですよ。で、具体的にするっていうのはどういうことかっていうと、期限と数量を決めることですよね。そして追加で申し上げますけども、夢や目標っていうのはね、やっぱりね、仕事の成功っていうふうに置き換える方がいるんですけども、これはちょっと違うんですよ。仕事っていうのは自分の夢や目標を叶えるための手段なんですよ。私たちは何のために生きてるのか、それは仕事でいい成績を収めるためではないんですよ。仕事はいつか辞めなくちゃいけないんですよ。私たちはでもね、生きてる限り自分の人生があるんですよ。自分の人生からは死ぬまで逃れられないんですよ。ですんで、自分の人生の夢や目標を立てていきましょうって話を私はよくするんですけども、多くの方はもしかしたら仕事でこうなること、金額をいくら貯めること、どのぐらい稼ぐことっていう風な手段を目的にしてしまうんですよね。だから、まあうまくいかないのかなと思います。今回ですね、夢と目標について私なりの動画を撮らせていただきましたけども、皆さんどういう風にお感じになったでしょうか。まあ、くれぐれもね、手段の目的化に陥らないようにしていっていただいて、そして具体的な目標や夢をね、立てたら行動が具体的になりますから。で、具体的は何かっていうと、数値を決めること、2つの数字です。期限と数量です。いつまでにどのぐらいっていうのをね、決めていただくと紙にも書きやすいですし、人に話した時も評価受けてもらいやすいんですよ。まあ、そういう風にしてみたらいかがかなと思います。以上がですね、ゆとりライフ天野さんから送っていただいた動画の総評として、参考にしていただければと思いますけども、いかがでしょうか。それでは失礼します。